豆倒しは、ヒルガオカ、ネナシカズラ族に分類される一年草の一種。大豆によく寄生して枯らすことから、この名がある。豆花などの植物に寄生する一年生のツル植物。ツルは細くて黄色く、宿子植物に巻きつく。花序は短く、果敢が約2ミリメートルの小さな白い花をつける。花期は7から10月である。花は柄がなくて数個を。 多場性し、果敢は5列する。直径3ミリメートルの球形の果てをつけ、こなすと不規則に避ける。日本を含む東、アジア、オーストラリアに分布する。海岸や日当たりの良い草地に生える。日本には同族の種が5種あり、中では根なしかずらが最も普通である。本種はこの種に比べて、鶴がはるかに細く、その色が黄色いことで区別できる。 ただし、黒ネなしカズラやアメリカ根なしカズラは、その点では似ており、区別は、花の細かい構造を見る必要がある。絶滅危惧アイエール2007年以降の、環境省レッドリストから、絶滅危惧アイエールに指定されている。AB 植物愛のレッドリスト新旧、対象表環境省2012年 AB 屋に咲く、花。ありがとうございます。